中野都庁瀬戸撮影石川県道252号瀬戸春樹線は石川県鹿島郡中野都町内を通る一般県道である中野都町北部を横断する起点のある中野都町瀬戸は美條山系北東端に位置し七尾湾に注ぐ二宮川の支流であるイクル川の上流部の山間の集落である美條山系を横断する道路は 白衣広域農道や石川県道234号、箱屋境線、石川県道251号、志賀六星線などと限られているが、東県道はその中でも北東端で東西に横断している。路線認定当初から長年、東に隣接する中野都町春木の春木交差点が終点であったが、さらに東へ延伸し、 中野都町新城で石川県道2号七尾白井線と直接接続している。車道は全区間2車線であり、6.0メートルの福音が確保されている。規格改良率は100%であり、野都地方では、けうな路線である。これは、県高速ネットワーク事業として、七尾市から西往来、東県道、石川県道46号市が立つる浜線を経て、 のと有料道路は棚屋ラインターチェンジに至るルートを整備したためである。しかし、整備後に、起点の瀬戸交差点から、石川県道46号市が立る浜線、イクロバイパスとそれに接続する石川県道298号、七尾取屋線や、国道249号七尾枕バイパスと、農越自動車道立る浜道路が開通し、 東京道よりも七尾市中心部とダイレクトに結ぶ高規格な道路が整備された。歩道は全区間の99.5%以上に当たる2652メートル設置されており、福音は2.0メートル確保されている。小説パイプなどの融雪装置は全く設置されていない。沿道には県道番号標識が随所に建てられている。また道路管理者である 石川県の表示や県道番号が入ったデリニエーターも随所に設置されている。東県道と交差する主要道路の交差点手前にも、東県道を記す方面及び方向の案内標識が表示されている。ありがとうございます。